はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今回はですね、オリンピックの話なんですけども、まあこれはね、私の感想が9割ぐらいなんですけども、まあ重ねて言います。東京オリンピックは今年はないですよね。で、小池都知事ができると言えば言うほど、まあ、信用できないなっていうところもありますし、菅総理が、まあ、計画通りやりますよって言えば言うほど、やっぱり信用できないんですよね。だから口を揃えてね、力強く言えば言うほど、もう私は信用できなくなってます。皆さんはどうですかね。やっぱりその言葉通り受け取るようでしたらできるんだろうなと思うんでしょうね。で、バッハ会長にしても結局は難癖をつけて日本から中止です、できませんっていうふうに言わせるように仕向けるとは思うんですよね。まあそういうしたたかさのある方だと思いますんで、私はあのバッハ会長がね、計画通りやりますよと、やらないことは考えられないと、プラン B もないよって言ってることが一番怪しいなと思います。だってこの時期にね、どんな状況であろうともできないことを考えながら運営っていうのはやっていかないと無責任だと思うんですよ。例えば運動会だって雨が降ったらどうしようって考えますよね。で、オリンピックなんてもっともっと重要なあのオリンピック祭典ですから、もしかしてできないかもってことを考えて、そのための対応っていうのをやっていくのが責任者だと思うんですよ。どうもね、絶対やるっていうところが、本当に言い過ぎというか怪しいというかね。そしてこれはね、おそらくですけども、誰が先にできないんじゃないのって言い出すかだと思うんですよ。言いにくいんじゃないですかね。お互いに言いにくくってそのままズルズルしちゃってるということでございます。ただ2月の下旬にははっきりとした答えが出ます。その時に、まあ完全に中止ということがね、私は聞けるんではないかなと思ってますよね。まあ、ちなみにワクチンの話が出てますけども、ワクチンってマイナス80度の冷凍搬送が必要だそうですよね。でもそんな冷凍庫多分日本にないと思いますんで、じゃあどうやって物流するのかなってことですよね。ロジスティックスが不可能なんじゃないかなって気がするんですけども、この辺はどうなんでしょうね。ワクチンが手に入る入らないって問題もありますけども、ワクチンの有効寿命っていうのが、まあ、わずかだということを考えたらね、多分3日ぐらいじゃなかったですかね。3日以内に使わないと全く意味がなくなるということを考えると、保管することができないというね、このワクチンかなり厄介なんじゃないかなと思っちゃいますけど、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。いやー、なんかね、難しいですね、いろいろとね。以上です。オリンピックはないと思います。